ひらめきです。そしてハーマンちゃんです。そしてノブです。今日は3人で麦天ぷら紹介したいと思います。さあ皆さん、これがですね、沖縄でいう麦天ぷら、ひらめきの大好きな麦天ぷらでございます。超美味しいんだよ。超美味しそうです ね。ハーマンちゃん、ノブさん、はいはい、今日はそのまま食べるのはいいんですけども、ちょっと脂っこいでしょ。手ベタベタ、脂っこくなるでしょ、ね、そうならないための、今日は麦天ぷらを一瞬で包む私のおすすめを教えたいと思います。みゆき先生、はい、みゆき流の、そうです、はい、みゆき流の麦天ぷらをで汚れないための包み方です。まずティッシュが必要なんです、はい、皆さんティッシュ持ってますか？早いですよ、はい、はい、持ってますね、はいはい、ティッシュ取るでしょ、はい、そしてこれぐらいかな、これぐらいかな、はい、これぐらいでやって、はい、この麦天ぷらって結構端っこをとんがってるじゃないですか、はいはいはい、これを包みます。包む、はい、はい、こうやって端っこで包みます、はい、ね、はい、そうするとこれを麦天ぷらを持ちます。持ったろ、はい、こうやってくる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 、はい、出来上がりすごいでしょ。すごい、これだけすごいね。すごいでしょ、これだけ、これだけ、これだけ、すごいね。全然手汚れない、本当だ、ね、以上、ひがみゆき流麦天ぷらの食べ方でした。ありがとう。